はい。税込みからお届け、札幌人時間。皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌人図鑑 .tv。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、業務用漫画家の梅沢太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅沢さん、ちゃんとイラスト、かわいいですね。ありがとうございます。そっくりじゃないですか、これ、本当に。いや、描きやすい顔面なんで、本当にありがとうございます。羨ましいです。さあ、業務用漫画家さん、初めてお迎えいたしました。どんな感じでお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん。じゃーん。みんながわかる仕事の漫画。頑張ることでつながってきた。漫画のバーチャル背景はいかが？背景をこの3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ一つ目でこの業務用漫画家ってどんなお仕事のされ方してるのって、はい、ちょっとこのあたりを自己紹介で教えていただいていいですか？あ、はい。ではですね、ちょっと画面切り替えて、いいですね。共有画面です、はい、ズームです。はい。いいですね、ありがたいですね、ズームってこういうことができて。はい。はい、すごいですね、いや、うん、世の中の技術の進歩は。みんながわかる仕事の漫画って早速一つ目のキーワードが出てますね。はい、そうですね。こちらですね、業務用漫画、まあ、みんながわかる仕事の漫画というコンセプトで、ビジネスで重要な2つの伝わるについて、漫画でわかりやすくするといったようなことをしてます。はい、1つは、まあ、自社の商品やサービスについて、ちゃんとお客様に伝わるということ。もう1つは、組織での中でどのように中の人に動いてほしいかっていうところが、ちゃんと社員に伝わるっていう。ですね、はい、報告とか営業資料とかあとは社内マニュアルみたいなものが、まあ、漫画で分かりやすくなっているというようなことをやっていただいてます。なるほど、社内マニュアルとかも漫画だと分かりやすい、親しみやすいかもしれませんね。そうですね、うん、これがそうなんですね。あ、そうですね、例だとこんなような形で、うん、まあ、白黒のファックスの広告とか、うん、まあ、ウェブサイ最近だとウェブサイトとか、あとはテレビに出たところだと北海道文教大学さんのテレビ CM とかも、うん、あれ印象的ですよね。やっぱり動画乗ると違いますよね。そうですね、やっぱりなんか他の大学さんと違ったようなイメージで見えて、すごく学生さんに人気だったみたいですね、うん、なるほど。社内のそのちょっとしたマニュアルとか経営指針みたいなもの、経営理念みたいなものを少し漫画にしたりとか、うん、あとはコンセプトを一緒に作るところからやらせていただいて、最後漫画でちょっとまとめるとか、そういったようなことをやらせていただきます。漫画を描くスキルもそうですけれども、そのコンセプトを引き出す、あとそのクライアントさんがこういうのをやりたいんだよねって言ったら、はい、はぁって聞いて、なんなら向こうが言ってきてくれたもの以上のものを出す、そういうのってちょっと結構高いスキルですよね。いや、照れますね。そうやって言われると。なかなかだと思いますよ、なかなか。はい。まあ、漫画を始めて、この仕事をやらせていただいて、まあ、今3年なんですけど、サラリーマンを10年くらい、やっていて、まあ、その中で培ってきたような、スキルといいますか、はい、技術になります。そんなわけで、今お話に出てきたように、梅沢さんはですね、ただ本当にひたすら漫画を描くっていうわけじゃなくて、いろんなことされてきたのが今日につながってるっていうお話なんですね。そのあたりを、じゃあ2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。はい、2つ目、こちらになります。じゃーん。じゃん。頑張ることでつながってきたはい、ということなんですけど、梅沢さん、札幌東高から北大ということですけど、漫画をこう趣味で描きつつ文学部で勉強してきた青年はどういうところに就職されたんですか？なんと札幌の盛況であるコープ札幌さんにお世話になる、はい、はい、トドックの絵を描いてた、うん、違うか。いや、当時描いてないんですよね。で僕、トドック描くと多分似てないですよ。めっちゃ下手な。生協入ってどんなお仕事されてたんですか？そうですね、すごく手先がもうね、こんなことやってるくせに言うのもなんなんですけど、すごい不器用だったんですよ。だからなるべく手先を使わないで済むような、
まあ、いわゆる食品って言うんですけど、はい、はい、あのカレーとかね、お菓子とかね、うん、そういう通路に出てるようなところの売り場の管理をしたいなって思ってたんですけど、うんうん、なぜか魚屋になったと。お魚さばく方ですか？さばいたりとかですよ、まあ、でも何でもやるんですよね、うん、あのはい、まあ、売り場計画から発注から、あと、まあ、まあ、もちろん自分でさばいたりとかもしなきゃいけない。へえ、さばけるの？何でもです。お魚さばけるようになったんですよね。あー、すごいですね。レベル練習するでしょう。パートさんに、あの、どうやってあの練習してるんですかって聞いて、あ、うん、家でこんにゃく買って帰ってきてこんにゃく切って食べてるよやったんだよねとかって教えてもらって、あ、そうなんだと思って自分もこんにゃく買って帰って毎日こんにゃくの味に食べてましたね。なんかあの魚屋でそのまっすぐ包丁が使えるようになってからかわかんないですけど、線も綺麗に引けるようになってきたんですね、はい、力加減が不思議と、うん、本当ですか？魚の時にさばけるなったら絵も綺麗になってきた。いや、そう、嘘のようですけど割と本当な話なんですあの、いや、あの、よそのね、自分が不器用だっただけかもしれないんですけど、いや、いや、あの、本当になんか、あ、なんか線綺麗になってきたかもみたいな。大人になってからでも絵って上手になるんですね。あ、全然それは上手になりますね。そうですね。あとやっぱりあの、うん、なんだろう、プロとして何かものづくりをするというか、うんうん、あの、お刺身とかでもやっぱりその自分が家でね、お家で普通の方が切るのとお魚屋さんが切るのってなんか違うわけじゃないですか、うんうん、ここまでやったらプロみたいなのが、はい、ちょっとなんか感覚で分かるようになったというか、うんうん、そういうところは大きかったですね。でもまあここまで描けばプロっぽく見えるだろうみたいな、そこまで直そう。まあ、それから、うん、まあ、3年ぐらい現場やらせていただいて、それからしばらくして、はい、あの IT の導入のお仕事というか、うん、まあ、管理したりとかね、あの企画運営から全部やるみたいなお仕事をやらせていただいたんですけど、うんうん、当時大きかった仕事の一つが、あの2012年ぐらいなんですけど、うん、あの発注の機械をタブレットに置き換えるみたいな、カレーの箱を1ケース入れてくださいみたいなの、うんうんうん、あの、まあ、連絡するための仕事なんですけど、はい、それをタブレットでやるってなったんですけど、うんうん、まあ、当時みんなまだガラケーを使ってた時代で、でパーサーもね、まあ、こういう人もしかしたらすごく失礼かもしれないですけど、ちょっと皆さん割と、うん、あのお姉様というか年齢の方が多くて年齢が割といや、そうでしょう、そうだと思いますよ、うんうん、ちょっとあの新しい機械を使うのはちょっと億劫な方も多くてですね、はい、うん、でその中でやっぱりね、どうやってそのうまい、まあ、システムで言えばあの分かりやすくその使えるように説明をきちんとしていかないと、うん、あのシステム投資って本当にすごいお金がかかって、うん、何千万もね、あの、まあ、場合によっては何億もお金がかかってしまうのを、はい、分かりづらくて使わないっていう感じであのタンスの肥やしみたいになっちゃうとですね、うん、本当に何千万円もお金がどぶに捨てられてしまうみたいなことがやっぱりよくあって、はい、そういうところをこうどうやったらみんなにうまく伝わるかなとか、説明がしやすいかな、理解してもらいやすいかなっていうところも、その高校時代に、ね、あのすごく培ってきたのかな、はい、いろんな相手の言語に合わせた言葉も選ばなきゃいけないしね。そうですね、うん、すごくそこは試行錯誤して、でもそうですね、はい、おっしゃる通りで、その人がやってきたその仕事とか経験の中から、うん、その近いものを見つけてあげて、まあ、魚屋だったらその魚の仕事で言うとこういうことだよみたいな、あ、はいはい、うん、困ったらホームボタン押してみたいなのも、あ、困ったらお家に帰ってくださいねみたいな、だもね、道に迷ったらまずお家に帰るでしょとかって言いながら、ね、でもさっき一つ目でそのみんなの分かるが仕事の漫画にするために、その絵のスキルはもとより、その企業さんの思いとかどうしてほしいってご要望をちゃんと汲み取って、でその見える化していくっていう作業の本当に一番ベースができちゃったような気がしました、今話伺って。そうですね、やっぱりその頃に培われたものって大きくて、うん、システム作るのってやっぱり一つの部署でできないので、うん、いろんな人の仕事を見ながらその人たちに合わせて説明をしていくっていうことですね、はい、でやっぱりあの漫画描いてるっていうの恥ずかしかったんですよ当時も。あ、そうですか。会社の人誰も知らなくて、あ、本当？
へえ、はい、言わなくて、でもその、あの、コマを割る技術とか、セリフを短くする技術とか、要所要所で生きるんですよ。ここにこの絵があると、この順番で見るから、スッて入ってくるな、みたいなのが、資料作りとかに生かされてるんですね。梅沢さんの頭の中は、編集のプラス、コマ割り脳があるんですね。そうですね。漫画のコマ割り、コマ割り脳。この順番で見てったらわかる。お話聞いてきて何でも無駄にならないなっていうのと、今までこうやってきたことが今の仕事ぶりにね、本当につながってるなっていうのをすごく感じました。さあ、じゃあこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります、はい、じゃーんじゃーん、漫画のバーチャル背景はいかが、はい、ということで、まあはい、ちょっとこれからで本当は考えていたもので、このコロナ禍でちょっとっていう風になったことが実は一つあるんですと、うん、そうなんです。ちょっと今出すので、うん、お待ちくださいね。はい、共有画面で、はい、こちらですね。はい、冒頭でちょっとお見せしたようなこの漫画名刺っていうのが結構人気があって、うん、かわいい名刺交換って、多分そのビジネスの商談の第一歩だと思うんですけど、はい、そこでその自分ご自身がやられている、まあ、うん、商品とかサービスとかの、うん、その説明を第一歩しやすくするためのまあツールですね、うん。いいですね。どんなことをされてる方かすぐ分かるし、そうです、そうです。かわいいし、印象的。はい。そうなんですよね。で、なんか印象も柔らかくなるし、うん、すごく記憶に残るというか、うんうんうん、あ、名刺漫画で作ってた人ですよねっていう風に。ああ、いいですね。うん、そういう、まあ、漫画名刺がおすすめですということで、2020、これをちょっと売り出したかったんだけれども、ちょっとコロナ禍で、私ね、そうなんです。梅沢さん、私、今年に入ってから名刺全然減ってないです。そうなんです。いや、私も一回も使ってないです。ということでですね、もう一つ違うもので売っていきたいというのがあるんですよね。まあ、自己紹介のね、はい、ツール他にないかなっていうことでちょっと考えて、じゃんじゃんいいじゃないですか。本当グラグラです、すみません。はい、まあ、こんな感じで、よろしくお願いしますみたいな感じで、はい、本当こういう背景を梅沢さんこれ書いたの？そうですね。背景と、うん、あとセリフが変えれる形で、はい、やっぱり今のその出会いってこういうズームでの、私も今日実は福地さんと初対面ですよね。うん、はい、そうですそうです。正式には初対面なんです。はい、はい、実際リアルに会わないけど、やっぱりこうやってちょっとカメラ越しにお会いするような中で、うん、自分の1対1じゃなくて多対多で会うこともたくさんあるので、その中でね、うんうんうん、自分がどんな人かを変に主張しすぎずにめっちゃ主張してる感じはないかなってあんまり主張しないで、うまいこと出せるツールとして背景を変えるみたいな、その話に乗って入らないけど相づちを打つみたいな、なるほどとかこれちょっと私のお客さんで作ったやつなんですけど、なんかその方は魔法使いサリーちゃん風にちょっとしてほしいっていう、ちょっとこういう感じになったんですけど。ああ、そうか。そういうこうご依頼があれば、魔法使いサリーちゃん風って言ったらちゃんとこういうのが出てくるわけですね。そういうことですね。素晴らしい。なんか名刺もいいけど、今時かもしれない、こっちの方が、バーチャル背景の方が。そうですね。はい。なんで、セリフ付きのバーチャル背景、うん、これね。うん、いや、ひらめいたとき天才かと思いました。今日視聴者の皆さん、ぜひお早めにお問い合わせいただきたいと思いますが、そんなわけで梅沢さんは業務用漫画家として、自分もそういう業務用漫画を描くけれども、そういう仲間も増やしていきたいなって、うん、そんな思いもあるそうですね。そうなんです、うん、まあ、ここまでのお話にあったように、やっぱりその、うん、自分はその漫画で一本で食べられるような自信もなかったし、うん、自分の全人生をかけてチャレンジするような勇気はなかったんですよね、うん、漫画家になると言ったらね、漫画家になるために江戸に出ていろんなものを犠牲にして書いて書いてアシスタントからみたいな、ちょっとコンビニバイトでみたいな、うん、いや、もうステレオタイプですけど、そういうイメージがありますよね。そういうイメージありますよね。あるある、うん、でもなんか一つ好きなことをするっていうのって、そういうことをしなければいけないみたいな、うん、そういう、まあ、風潮じゃないですけど、うん、
なんか世の中のそういう流れみたいなものってあると思うんですけど、うんうん、もうそこがちょっとおかしいんじゃないかっていうことをやっぱり社会人でいろいろ仕事していく中で思ったんですね、うんうんうん、例えば自分が作りたいものが車とかだったら、うん、とかお刺身とか作りたいとかだったらそういう会社に入ればいいわけですよね。技術も教えてもらえるし、はいうんはい、たまたま作りたいものが漫画だったからそれがないのかなっていうふうに思っていて、うんうん、でないんだったらそれを作れる会社を作ってしまえっていうところが一つその企業の大きな動機というか、うんうん、その今お話ししたような企業のその伝わらないっていうところを分かりやすくすることによって売り上げを増やしたりコストを圧縮したりっていう部分については常にあるニーズだと思うんですよね、うんうん、そういうところを漫画を使って課題解決していくっていうことを主な生業とすれば、うん、その漫画を作るっていうところをその才能がなかったとしても、うんうんまあ、お客様のために技術を磨く必要はありますけど、まあ、普通の努力というか命をかけるほどではない努力で、きっとできるようになるんじゃないかなっていう。漫画一本で、筆一本で食べていくんだっていうそのプロの世界もあるけれども、本当趣味の世界じゃない、はい、ここの中間のところですね。この人たちもちゃんと仕事として、もしかしたらちゃんとやっていけるんじゃないか。そういう場所を作ってあげたい、ね、プラットフォームを作ってあげたい。そうですね、うん、まあ、刺身で言うとね料理の鉄人にはならないけどスーパーでやっぱりちゃんとね、うんうん、お金もらえるわけじゃないですか。なるほど、プロですよ、立派にね。それももちろんプロです。プロです。お客様に喜んでもらえる食卓を支えるものを作るっていうプロなので、うんうんうん、そういった一つのプロの形を作りたかったっていうことですね、うん、でそれで今仲間を集めたくてまあ、いろんな商品の作り方のノウハウみたいなところをちょっと分かりやすくして、はい、でこれから多分今コロナの中で会社だけじゃなくてね副業とか兼業みたいな形でいろんな、うんうん、仕事の仕方広まってくると思うので、うんうん、まあ、そういった方の中から仲間をたくさん見つけて、うん、まあ、いろんなそのズーム背景じゃないですけど、うんうんうん、いろんな商品にね作っていきたいなっていうふうに今思ってます。私今日ちょっと衝撃的だったのは、うん、ずっと絵を描いてた人が魚をさばいててもっと上手くなった、絵が上手くなったって話が衝撃的なんですけれども何でも一生懸命頑張ってたら、はい、その先に開ける道ってあるんだなと思いました。ありますね。ねやっぱりでもそれってねなんかその変なスケベ心出すんじゃないですよ、ね、絵を上手くなろうと思って魚を切ってたわけではないですから、うん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 、やっぱり目の前でその時自分がやらなきゃいけない仕事を、うん、自分が好きじゃないかもしれないけどそれをやっぱりその一生懸命にやるっていうことが、うん、いつかもしかしたら何か開け自分の何かを助けてくれるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、そうやって本当にこうマルチな業務用漫画家としてお仕事をされてるんだなっていうふうに思いました。お仲間がどんどん増えてくるとまた受けられるお仕事のこう幅も広がってくるかもしれないですから、うん、楽しみですね。はい、このバーチャル背景が売れるといいですね。私も作ってもらおうバーチャル背景ぜひ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 バーバーってやつバーバーってやつ、 ババやつぜひ、はい、かわいいやつで、かわいいやつで、 、はい、ぜひこういうお仕事のご依頼をしたいっていう場合は、うん、業務用漫画家でいいんでしょうか。なんて検索するといいんですか。そうですね、まあ、業務用漫画で検索しても多分出るんですけどスタークリエイツで検索してください。はい、スタークリエイツ、こちらが会社の名前なのでね、こちらで、検索してみていただきたいと思います、はい、はい、では今日のゲストは業務用漫画家梅澤太一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。